残ってると思うんですよ。そうですか。1、2球が良かっただけにね。なるほど、はい、はい。今のもピッチャーとすればですね、引きずる一球ですよね、はい、ですから今日何度も言いますが切り替えですね、はい、気持ちの切り替えを藤川君はどういう風にしているか、はい、その辺を見ていくと面白いですよね。6回の表はサンリッチがかなり精神的に揺れ動く場面がありましたが、最後はなんとか村田を退けました。その切り替えが藤川にできるかどうか、もちろん経験十分、百戦錬磨、そのあたりは心得ているところだと思いますが、微風という甲子園のコンディション、4番バッター阿部慎之助、今日4回目のバッターボックスです。ノーアウト一塁、まっすぐ146。藤川対阿部は昨シーズンは2打数ノーヒット1三振という成績でした。左胸には大きな C の文字、今年投手キャプテンに任命されました藤川。ゲームでは試合を終わらせる重要な役割を例年同様務めています。野手キャプテンは鳥谷です。平田さん、ジャイアンツの策としては一塁ランナー、長野、同点のランナー、4番阿部というところ、ここは阿部に任せる場面ですか。あ、任せるでしょう、はい。まあね、あんまり球児はクイックが早い方ではないんですが、まあ、ここは動いては来ないと思いますよ、はい。今年セットポジションには少し改良を加えています。ご覧のように高い位置でボールをセットするようになった藤川です。まっすぐ147。さあ、精神的に揺れ動いてもおかしくないという桑田さんの解説の後の3球で、はい、ワンボールツーストライク。そうですね、はい、素晴らしいですよね。そうですか。あの気持ちの切り替えは難しい。あの要因の一つはですね、はい、あの本当に完璧なボールをあそこに落とされたらしょうがないなって今は割り切れるんですけど、あ、もう全く自分のミスですよね。ど真ん中にツーストライクに投げてしまったという、はい、ことがですね、引きずる要因なんですよね。ただこの3球見てその切り替えというのはできてますか。今のところできてますよね、はい、力でいってますよね、はい、ただここから変化球がどこにワンバン気味に投げれるかどうかですよね。先ほどフォークボールが高めに浮きました。まっすぐできました。149キロ。阿部は中途半端なスイングで三振。ワンアウト一塁になりました。9回表ジャイアンツの攻撃です。桑田さん、結局3つのストライクは全部ストレートできました。そうですね、ですから先ほど変化球投げミスしてますので、はい、ここは力で勝負していきました、ね。はい、まあ、どちらかというと変化球って技なんですよね、はいはい、で今自分のミスを力で、まあ、一つ借りを返したという形ですよね、はい、だこれからまた大きい打てるバッターが続きますんでね、はい、力でいくのか技でいくのか、この辺もあの魅力ありますよね、はい。村田に対してはどんなピッチングを藤川見せるんでしょうか。そして村田の対応やいかにというところ、当然あの藤川君もスタンリッジがピンチを迎えたところですね、はい、あの6回の場面ですか、はい、そこもあの見てると思うんですよね、はい、ストライクからボールになる変化球に空振りしたと、はい、ストレートもやや甘めを空振りしてたというところも頭に入っていると思いますので、はい、その辺を踏まえてどのコースに投げてくるかというのも楽しみですよね。まずはまっすぐファールでした。一塁ベンチではサンリッチ、榎木田、そして筒井、ここまでバトンを藤川につないできたピッチャーがこの藤川のピッチングを見守っています。2球目は変化球できました。フォークボール。今この時間にですね、同時に押されながら、はい、さっきツーナッシングから甘いボール行ったぞと、はい、同じミスはしないぞと自分自身に言い聞かせていると思うんですよね。なるほど、はい、桑田さんはシーズン、生涯成績173勝を挙げましたが、セーブも14個、 NPB21 シーズンで挙げていらっしゃいます。スタンリッチ、このまま藤川がゲームを終わらせれば開幕2連勝ということになります。まっすぐ変
球ではありませんでした。ストレートに戻って村田から三振を取った藤川。ノーアウト一塁から巨人打線、阿部村田連続三振。このストレートも投げミスしないですよね、はい、やはりさっきの失敗を二度と繰り返さないという思いが強いですよね。ですから精神的に揺れ動いてもおかしくないフォークボールの投げミスを何か薬にしているような。そうですね、はい、自分を戒めてキャッチャー藤井君の構えた高さにしっかりと投げ込みましたよね、はい、しかし平田さん、はい、ジャイアンツ打線ノーアウト一塁から阿部村田連続三振。これやっぱり藤川のボールも素晴らしいんですかね。いやいや藤川のボールが勝ってますよ。そうですか、まあ、今シーズン一番いい出来だと思いますよ。なるほど、ね、はい、ストレートのスピード昨日149キロをマークしました。ただまっすぐには強い高橋由伸、そして勝負が早い。やはり初球から手を出してきました。真のジャイアンツ打線のただ中にあって一人好調をキープしている、3割をマークしている高橋。97年のドラフト1位も4月2日で37歳になりました。近年は腰の状態もあってフルに働けないシーズンが続いていまして、昨年オフはダウン額球団史上最高1億8000万円減で契約更改。ただ今年は元気なコンディションでシーズンイン、それをバッティングの結果につなげています。まずはファールボールでワンストライク。藤川まっすぐ続けます。やっぱり藤川ともに桑田さん、はい、そのまっすぐいけるぞっていうところがあるこの組み立てですか。当然いいバッターを高めのストレートで連続してね空振り取れてますんで、はい、今日は来てるというお互い判断してると思うんですね、はい、ただここはもう一球いくのか、ワンバン気味に変化球を見せてからいくのか、はい、高橋君がそれに、バットを止めることができるかとかですね、はい、なんか見ててもこうワクワクしますよね、お客さんのコールがあと1人コールからあと1球コールに変わった甲子園。お客さんも続々しながら勝利のジェット風船を揺らしながらこの藤川対高橋由伸を見守っています。甲子園です。今球速137と出ましたがストレートでしたよね。そうですね、コントロール重視できましたね、はい、アウトコース含め、はい、長打ないようにというですね、高橋君が高め強くもう分かってますからね、念には念を持つやつですね、はい、追い込んでいる藤川球児です。これも勝負したいですね、はい、高橋由伸対藤川、昨年は4打数ノーヒット3三振。藤川に軍配が上がっています。今季初対戦、わずかに1点のリード。最後のマウンドを託されました藤川、一旦間を置きました。今の低めのストレートから落とすのか、はい、一転して高めの今日2つ三振取っているボールでもう一つ勝負するのか、はい、どちらを選んだんでしょうか。4球目勝負スタート、間に合いません。同点のランナー二塁に行きました。9回表ジャイアンツの攻撃、ツーアウト二塁、高橋由伸のボールカウントツーボールツーストライク、藤川のワイルドピッチが記録されています。さあ1点ワイルドピッチでランナーを二塁に背負う格好になって、桑田さん、これでまた藤川球児の精神面変化は現れるんでしょうか。まだ大丈夫ですね、はい、一塁ベース空いてますので、はい、まだボール投げれますので、はい、まだ藤川君有利ですね。平田さん、外野の守備隊形ご覧いただきましたが、外野は前に来ましたよね、はい、行ってもやれないというか、そういう体勢に外野敷いてますよね、はい、9回ツーアウト二塁ランナーホームには返さないぞという球児のバック、外野の守りです。変化球が引っかかり気味の後の5球目になります。いわゆる隅位置を守りきって、これで3連勝。藤川球児、ランナーを二塁に背負いましたがしっかりと締めました。今季3